俺には俺の主義主張がある、インシフトがある、分かっているはず。俺がシラフでこうやって産んだアートが自分のセラピストなんだよ。いや、だがためにやってる、だがために歌う、違う、俺は俺のためにやる、これが俺のリアルだ、そして美学だ。痛みを知らない奴がアートを語るな。アーチクショーって歌ってこそアーティストだ。教えてやる、それが俺のやり方だぜ。いつだってこのマイクロフォンは肌身離さず、仲間の声に助けられ、いつもうなずかされ、そして自分の言葉でお前らをうなずかせるだけの話だ。クラブがバンバン、そして与えるドギツ一発。ずっと KOK や、去年の再選やら無過去の方をばっかりだな。俺はお前みたいに結果ばかり見ない、京都一番の喧嘩ばかり一体 GYF のみ、俺は潜みに、いや違う、出に来た京都比叡山目指すから、ステング俺が優勝、見てろ変わる全部、yeah. 喧嘩一番で間違いないぜ、お前のソウル、そして吐き出したぜ、その目に映る俺はどう見えてるかじゃないぜ、俺は一番自分を誇らしくかますだけだぜ。 Yeah、目線はずらしない、お前にしか道は教えないし、この裏ルートはバスベルトリオ、お前のルートは完璧に塞いだぜ。アンダークランからオーバークラン目指してたから掴む賞金、どこの予選だろうと関係ねえ、俺は西さんの介入なんで自分自身で辿ってんだ、リールなんてつけねえ、だから最後に笑う、俺は策じゃないけど笑う、当たり前なんで自分の道を進んできた、だからここがあるんだ、ここまで来たんだよ、だからこうやってポポさんのここで本気でラップしてんだろ。熱いね、お前も辿ってる道のり、別に京都これ全然ちゃう、身内のり間違いないやつが判断、これはランダム、ガンダムじゃない、俺は人間、常に集計ヒューマンだけど守らん順番、行きたいから行きたい、持ってる未来に行きたい、これもある意味いい機会、俺はいい機会ちゃうぞ、何度も言う人間じゃポケコラ、イエーイ MC リアルしか言っちゃいけねえ、今日じゃなくてもっと前に返しに来いやハゲ、イエーイ間違いねえ、負けに来た、さっきのバトルも全然声援上がってへんやん、イエーイ、お前が一番バカにしてた MC がここに立って相手してるってマジヤバくね、イエー、そんなやつをぶっ殺しに来た、そこをみんな見たいだろう、京都背負ってるってお前は胸張って言うのか、何歳になって綺麗事やよう、お情けでバトルで勝とうとしてんねん、マジで UMB 京都ガチで負けてった MC の代わりに立つのがこいつでほんまにええんか、俺はそう思ってる、家賃はごめんなさい、ラップが上手すぎて俺にコテンパンされそう、こいつ女男関係ないけどな、声が全然通ってない、星を眺めた、聞こえないことも聞こえてしまう、このハイレゾ社会だから自分自身、俺は雲を晴らして今日星空を見に来た、このミラーボールと共にな、星ってのは5年後の光らしい、だからスターも死んでるかも、俺お前らから見て今の現実語りに来たんだ MC、 ちゃんと握ることとそのまま、足は地についたまま、血はつかないよ、傷つけられても傷つけない、優しさを武器にして盾にしないよ、優しさで傷つけないために俺は自分を誇示し、誇示しマイク握り、あんたに負けない、そういう心持ちと息ちゃんと吐く、この V よ、あんたに負けない、俺もそうだぜ、生まれた瞬間からずっと負けすぎだ、だからマイクロフォンに一本かける未来、まだまだこんなところ俺は果てる気ないぜ、いやマジで本気でぶつかりに来てる、後輩だからだぜ、分かってるだろう、俺の背中見せるだけだ、目線なら絶対にぶれないよ、売れたい、もちろんそりゃそう、家族養いたい、この一本の声でこれが職業になんて言えたら本当に幸せだと思うぜ、だけどやっぱ俺はここにいてよ、ステージ上ずっと歌い続ける、孤立無援でこの牙研ぎ続ける、それだけよ、お前の心情に深く刺すだけさ、俺は友達と彼女と楽に遊べるだけの金を稼ぎ生きていきたい、俺は養うとかそんな大義なことはできない、何も背負ってない、だから抱きしめに来た、あなたごと、あんたが子供を抱きしめる時のようにさ、俺は京都のこのマイクを深く抱きしめる。